こうして描けるだろう。たら体半分が寝ちまうんだよ。まあそれもしね、11月の末つからはみぞれ混じるの寒い冬、お前板の間にお前真冬にせんべい布団一枚で寝させても、そら冷えるよ寒いよ。飯なんか食わしてもらってねえんだから、お茶しか飲ましてもらってねえ、腹の中ちゃっぽんちゃっぽん言ってんだから、そら冷えて霜も弱くなるよ。まして子供のことだ、寝性弁の一つでも垂れらあな。でもそんなことをしたら最後だ。朝いやっちゅうほどぶん殴られてな、親父にぐるぐる巻きに縄で吊るされるんだ、裏の松の木にな。何度も何度も、お父っつぁんおっかさん、もう死ねえから勘弁してくれ、何度も何度も頼むんだが聞いちゃくれねえ。俺だって好きでやったわけじゃねえの、子供のことじゃねえか。毎日毎日そんな暮らしを営んでたんだよ。そんな暮らししてたからな、小遣いだってろくすっぽにもらったことはなかった。ある日親父の言いつけで使い走りをしてるその時の出来事だった。なんだか知らねえけど鼻にいい匂いが漂ってくるんだわ。でな、子供ながらにその匂いにつられてつられて足が止まったのが団子屋の前だった。知らねえかな、ほら作りたての饅頭とか団子とか飾ってあるの、そういう店あるじゃん。ありますな。その饅頭の匂いがな、風に吹かれて俺の鼻にいたずらしやがったんだ。で俺子供ながらにな、指くわえて見てたんだ。懐の中に金がねえから、美味しそうな饅頭だな、この饅頭食ったらどんな味がするんだろう、ほっぺたが落ちるってどんな気持ちになるんだろう、欲しいな。懐の中はもう一問、でもどうしても欲しかったんだ、欲しいな、欲しいな、欲しいな、欲しい欲しいと思ったら最後だった。はっと気づいたその時には、俺はそのまんじゅうをこの手でわしづかみ口の中に頬張ってその場を一目散に逃げ去った後だった。怖くなって家に帰ることができずして、神社の縁の下で身をすくめて辺りが暗くなるまでじーっと時を稼いでたんだ。でも